はいどうもー、ハビネスタンクのハビネスです。オンフレームのね、えー、ラジオ的に動画やっていきたいと思います。今回ネクロメカの話をちょっとしようと思ってて、で、ネクロメカのせいで、新たな対戦にアクセスできないという人をちょっと減らしたいなーっていう考えがあります。それはなんか、そういうことを手助けをしたいとか、まあそういう目的よりも、このネクロメカのせいで、なんか新たな対戦できませんとか、モチベ下がってますとか、 なんかやる気がなくなりましたとかなんかねそれすげえもったいないなーってちょっと感じてってあの新たな対戦はもう1フレームやっ,てるやったことあるんだったらもうみんなやるべきコンテンツぐらいに俺ちょっと思ってるんですよ実は <laughs> で先日もね新たな対戦の実況動画が全部え更新が終わりましたのでまあなのでこの今後ねちょっと生配信ツイッチとか YouTube の生配信を通してこうネクロメーカーのパーツの配布とかやろうかなって考えてるんですよ ただその配布自体がやっていいことなのか、まあ俺が個人的にねなんてうんだろうそのネクロメカを倒してで手に入れたパーツとかもな,なんかみんなに配れたらそのソロだと結構、こいつ今、結構簡単に倒してますけれどもまあ、武器がね武器とかモッドが揃ってないと結構きついところあるんですよ。まあ、なので、そこをねあの俺が手に入れたパーツだいくら50個とか60個とかパーツあってもいらないじゃないですか。やっぱ あのネクロメカいっぱいもう倒しすでに倒してる人もそうだと思うんですけれどもまあだから俺はそのいらなくなったパーツとかをまあぜひその本当に必要な人にの手に渡るようにちょっとやろうかなーって今思ってるんですよねまあなので生配信中でその配布っていうのができるかどうかはまだ全然わからないですけれどもまあどっちみちは配布ができなくてもあのこうやってねみんなでネクロメカ撃破のためにこうやって収集に来て。 で、集めるみたいな。で、まあ、そういうことができたら面白いなって思ってて。まあ、なのでね、そのために、ちょっとまあ、配布自体はやるかどうかわかんないけれども、まあ、結局ね、こうやって、あの、ネクロメカを倒しに来て、みんなで協力してっていうことはやる予定がん、バンバンあるので、まあ、なので、YouTube のね、えー、コミュニティタブのところに、先日、アンケートをえー投げ込みました。 うんなので、こちらにね、その配布とか、ねラメカのパーツ一緒に取りに行くことで、まあ、モチベーションが上がったり、まあ、そういう企画っていいですよね、みたいな風に、まあ、ちょっと思ってる人、まあ、それかね、いや、そんなん自力でやるべきでしょうって、まあ、いろいろ、あの、意見があると思うので、まあ、そういった皆さんの声をちょっと聞かせてほしいな、と思ってアンケートを投げてますので、まあ、えっと、一応、コミュニティタブへの URL はまあ、簡単なんですけれどもこいつのせいでなんかこの新たな対戦に行けないっていうのは本当にね何度も言うけどもったいないなーってちょっと思ってしまうのでまあそのね少し手助けみたいな感じになっちゃいますけれどもおのずとまあ、それができたらなーと思ってます。まあ、モチベーションアップにね繋がればいいなって でまあ、こういうことやるとなんかちょっと偽善っぽいなって俺もちょっと思うんだけどまあでもあの人気取りのためにやるんじゃないのみたいなねまあでも普段の俺を見てくれてる人だったら俺が何を優先してるかまあ分かってもらえると思うからまあ大丈夫かなと思ってるんだけどまあとりあえず俺の気持ちとしては「新たな対戦早くやってくれ」みたいなまあ、それが一番強いですねで実際生配信の形なんですけどまあ、あの俺がね個人的に手に入れたものの配布そのものが無理だとしても あのみんなでね、えー、協力プレイっていうのは、あの生配信の YouTube かな、YouTube の生配信、まあ、Twitch の方でもやると思うけど、まあいろんな形でね、えー、やると思いますので、ぜひね、引き続き、皆さんのあのこのネクロメカ収集とか、そのモチベーションが上がるような <laughs> 体制は整えていこうかなと思ってますので、ぜひねあの、そういった意見に関しても、こういうやり方もありかもしれないみたいな感じがあったら、まあぜひぜひ、 あのこの動画のねコメント欄とかにも書いていただけたら嬉しいかなと思います、まあ、より多くね継続プレイやってくれる人とか新たな対戦アクセスみたいな人が増えてくれたらね嬉しいなと考えてねまあ今回はどうみたいな感じで提案のね相談の動画を出させていただきましたまあ、他にもすでにあのさっき俺使ってたのが武器がストロファって武器なんですけれどもまあそのガンブレードを使ってまあ簡単にネクロメカー え、ぶち倒すのはこんな感じの方法があるよっていう一例のね、えー、参考動画も出してますので、まあそちらも概要欄に貼っておきますので、ぜひ興味があれば合わせてご覧ください。そんな感じで大栗署のハピネスタークのハピネスでした。引き続き、えー、この話題なんか進展があれば、すぐに情報発信していきます。Twitter とかね、YouTube のコミュニティ、コミュニティタブも通してね。はい。では、ハピネスタークのハピネスでした。またお会いしましょう。バイバイ。 ごご視聴ありがとうございますこちらね、えー、画面にある通りまだまだたくさんの動画そしてこれからね、えー、いろんな企画動画もガンガンやっていこうと思ってますのでぜひチャンネル登録やコメントで応援していただけると嬉しい限りですまたねバイバイ